はい、どうもこんにちは、こんばんです。カジュミン流ファーミングシミュレーター19の楽しみ方、シャープ19。はい、今回はですね、ちょっとね、動画の撮影に失敗しておりまして、ちょっとうまく作戦いっておりませんね。ほんでコンバインをちょっと買い替えたんですよ。まあそういう動画にしようと思ってたんやけど、失敗に終わってて保存してしまったので、こちらのトラクターでちょっと検証していきたいと思います。車両とかアタッチメント、売るときどのようにして売ったらいいかちょっとやっていきたいと思います。どのようにっていうとですね、いつもね、修理したりとかするのはここのね、このトラクターのマークのところであんねんけど、ここではね、売却できないことになってるから、じゃあ一番手っ取り早いのは何かっていうと、ガレージ、ここから行くともうこの値段のまま買い取ってくれるわけですよ。でもう今ある場所からポンってなくなる。だから設置しているようなものやと、まあ持っていくね、動かすことできひんからこのまま売るしかなくて、で運べるものであると、まあショップに持っていって売った方がいいのか、そのまま売ってしまっても、そんなに大差なければ別にショップへ持っていく必要ないのかどうかね、ちょっとやってみたいと思います。で、今回の対象の車両は、この子。そう、S374。この子になります。現状は、$186,224。これでもこの場所で売ることができるんやけど、ショップの方に行ってもね、カスタマイズする場所で売却することができるんで、そこへちょっと行ってみます。よいしょ。来たよ。ここのね、トラクターとお金のマークのところね、こっちがショップで。で、ここに持ってくるといくらになるか。トン。223,363。で、ガレージで見たのが18万。お、めっちゃ高いくない？この状態で7,128ドル高くなります。お、めっちゃ高いやん、これ。ほんでね、ここで、今ね、状態っていうのが半分以下に減ってるから、このボロボロを直したらさらにどうなるのかっていうのを今からやっていく。いくよ、修理。1,560ドルあります。はい。22,235ドル。あ、修理した方が良さそうだよ。価格自体は、1,872ドル上がるので、修理に1,560ドル使ったから、308ドルプラスになってる。このショップのところの売り場に持ってきて、まず修理する。それから売るっていうのが最善ということになります。まあそんな細かい金額、あんま気にしないよっていう人はもうそのままね、自分のガレージから売ってもらったらいいんだけど、ケチケチ農場といたしましてはですね、ちょっとでも高く売りたかったので、これをね、ちょっと一回試してみたかったんよね。このトラクターの場合で言うと、7400ドルくらい高く売れました。もうケチケチ農場にとっては本当に1万ドル以下でも
ね、大事なお金なんで、これは結構大きいなと思いました。で、テイクワンでやってた、カッター?違う、ヘッダー部分のやつで、まあ、2万弱ぐらいから2万3000くらいまで上がるんで、まあ3000、4000くらい、4000ドルくらい、ヘッダー部分だけで4000ドルくらいは上がってましたね。うん。もともとのね、値段によると思うけどね。これ22万するからな。18万か。18万が22万5000とかになるから、これはね、結構、大事ちゃうかなって思います。これから、いいやつに買い替えたいなっていう人もね、ぜひこの方法で、どっちみちショップにさ、取りに来るやんか、ね、ここにどうして来るんであれば、でも売ってしまう、ね、結構ありちゃうかなと思います。はい。では、今回はこの辺で終わりになります。ご視聴いただきましてありがとうございました。最後に評価ボタンを押しといていただけるとめっちゃ喜びます。では、失礼します。バイビー。